はい、おはようございます。釣り子 TV です。ずらずらずらっと並べてみましたけども、いよいよ寒い日なんかが増えてきて、霞ヶ浦水系とか、あの横利根川とかですね、護岸際をこうテロ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 と箕面を巻いてガツンと冬の一発を狙うシーズンが近づいてきたんで、この使う箕面をですね掘り出してきました。でですね、一個一個紹介していきたいと思います。まずもってこれですよね。最近のヒット作品といえばエバーグリーンのバンクシャット、小粒なボディの中にこのタングステンの重りが入っていて、まあめちゃくちゃ飛ぶんですよね。このゴトッと重りが動く音聞こえますかね。結構バヒューンと飛んでいく。そんでこの薄いリップ、繊細なように見えますけど、まあ結構丈夫なんですけどね、小粒で、ただこのすごい薄く仕上げられたリップによってものすごいキビキビといいウォーブンロールをして泳いできてくれる。で、霞水系って結構でかいバスが来ちゃうことも多いんで、こういったちょっと太めの針ですね、丈夫めな針を乗っけて、でカラーもですね、いろんなラインナップがあるんですけども、こんな感じのちょっとワカサギに似たカラーをお気に入りで使ってるんですけども、まあ、ベイトでも、まあ、ベイトフィネスのタックルとかあればスパーンと飛んでいくんで気持ちよく使えるっていうことで、これはボックスにないとちょっと不安になるルアーですね。まずはもうバンクシャット、これ去年も釣れたんで今年もいっぱい投げてみたいと思います。で、一応入ってないと不安になるのがこのラパラの CD シリーズですよね。カウントダウンラパラですけども、海でも使うんですけども、バスでも使います。まあ、シンキングなんでちょっと水深のここの護岸は結構水深あるなーなんていう時にちょっと入れてみたりするんですけども、まあバルサですからね、非常に静か、音がしないんで、で結構これはどちらかというとバタバタとしたウォーブリング、主体の動きになってくると思いますけども、こう小粒なんだけどよく水をグイン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 と押してくれるような、動き、まあ、魚がよく釣れる動きを静かに出してくれるっていうことで、でサイズ展開もめちゃくちゃマグナムサイズからこういった小粒なサイズまでありますけども、このぐらいのサイズであれば、スピニングタックルとかでも気持ちよく飛んでくれるんで、固定重心とはいえ、あとはまあテクトロで使う時なんかそんな、飛距離とか重視しないですからね、そういう時にこういった静かな箕面、があると便利っていうことで、この CD の、ラパラはボックスに入れております。でそれと同じような理由でズイールのマレオってもう昔のルアーで今売ってないんですけど、中古釣り具屋さんでたまに並んでるの見えて、まあだいたい700、800円ぐらいで中古で今買えるのかなといったところですけども、これもですねこう3つあるんですよ。こんな感じでお気に入りで常にこれもボックスにないと困っちゃうなって感じなんですけども、これ透明ボディですね。見ての通り中にこう重心移動とか入ってないんですよね。で、すごい静か。このスプリットリングがちょっと当たる音ぐらいしましたけども、でフローティングなんですね。これがどちらかっていうと下のレンジを探るっていう感じだと、このマレオは結構表層付近をですね、よく探ってくれるなーって、でよく釣れるっていうことで、これもボックスに、ないとちょっと不安になっちゃうんですけども、静かに表層付近を、誘う時でジャーキングすると非常にいい動きをするんで、まあ夏の高活性の時とか、そういった時はジャーキングとかトゥイッチングで使ったりするんですけども、ただ巻きも非常に優秀な動きをするんですよね。こういった立ったリップなんで、どちらかっていうと、まあ、ローリング多めのウォーブンロールっていう感じですかね。非
常にぬるるぬるぬめぬめとですね、で静かに泳いできてくれるっていうことで、これね、マレオシリーズも欠かせずボックスに入れております。で小型のミノーといえば、まあこのメガバスのこれは旧型なんで、これグレートハンティングミノーですかね。これも小粒なボディに非常に薄いリップを搭載しているんで、なかなかいい動きをしてくれるんですけども、まあここら辺のルアーじゃない時って言ったらいいんですかね、まあいろんなちょっとずつ試してみると当たりルアーって出てきますからね。このグレートハンティングミノーなんかも、これも非常に静かめで、でリアルなシルエット投げたいな、リアルにキラキラ騙したいななんていう時に、このグレートハンティングミノーの小さいサイズを使ったりしてます。でこのグレートハンティングミノーが一応進化したのがこれの X55 ですね。こいつが最初トラウト用、トラウトなんかも狙えるよっていうことでメガバスが出て、その後に進化してできたのがこの X55 なんで、まあ違いといえばこの塗装の感じと目がこういう最近っぽい目かシールの目か、うん、まあ その他中にいろいろ違いはあるんでしょうけどね、この2つは静かにリアルに騙したい時にいいんじゃないかななんていうことで、これもボックスに入っています。でそれの兄貴分のこれはグレートハンティングミノーのですね70ってやつですね。これもあの進化して X70 っていう風になってくるんですけど、多少音がしますね。この音の違いなんかで使い分けたりするんですけども、 X70 のこれ SP、サスペンドなんで、まあ何ですかね、このこっちのサイズ感だとまあちょっとちっちゃいななんていう感じた時に、ちょっとこの細身で70ミリあるこういったサイズのミノーを、で細長いシルエットな、そうずんぐりむっくりのシルエットが効く時もあれば、こういうちょっと細長くてフラット面が多いやつが効く時とか、ほんと微妙な差なんですけどね、そういった時にまあ気分で投げ比べるじゃないですけどね、そんなに明確なこれっていうあれはないんですけど、これはあとはトゥイッチングとかジャーキングにも非常に機敏に反応してくれるルアーなんで、ちょっとアクションも入れていきたいななんていう時はこれを結構使ったりしております。はい、これね、これはですねハンクルの、ミノーですけども、よく釣れるんですよ。これはまあ中にアワビが入っている仕様です。アワビのこのキラキラーとしたシェルが入っている仕様なんですけど、これ入ってないやつでももうめちゃくちゃ釣れますからね。これは何ですかね、もう形状に神が宿ってるっていうんですかね、ほんとこのリップの形とか全部まあ総合して釣れるんでしょうけども、やたら魚がよく騙されるミノーっていうことで、ミエバスなんかいて、ミエバスの前でちょちょって動かしても、バスがやたらよく食いつく。これ土浦港とかですね、土浦の旧港とか、そういうところで水が澄んでる時、ミエバスなんかいる時なんかによく使うんですけども、まあ何ですかね、ボディの形状から本当に魚が思わず食いついちゃう形なんでしょうね。で愛がこういう横向き合いがあって、でトゥイッチするともちろんペッペッていい動きするんですけども、ただ巻きでもよく釣れるよっていうことで、このですね、ハンクルのこれ K1 のこれ65サイズだったかな、これはあのないと不安になっちゃうんで、もしなくしたりしたらですね、必ず追加で購入してボックスにまた入ってもらう。ただまあこのシェルラミネートのやつはもう結構長いこと使って、よく見るとバスの歯型とかもいっぱいついてたりするんですけども、まあ、あんまりなくならないですね。しっかり使うと全然なくならないで、ずっと使えてるんですけども、非常によく釣れるミノ
で霞水系とかで浅いところなんかも多いですからね、そういう時にこのリップの短いのが、そこまで入り込まずに表層付近でピラッピラッと魅力的に誘ってくれるっていうことで使っているんですけども、でこれよりちょっと同じような容量で深いレンジを狙いたい時にすごい便利なのがこのザッカー、ね、この同じ形状でリップがこういった感じで長くなっているんで、深いレンジを同じようなアピール力で誘ってくれるっていうことで、これもですねちょっとボックスいないと不安になっちゃうんですけど、これはどちらかっていうと霞水系っていうよりも亀山ダムとかですね、ああいったところでめちゃくちゃ春から秋までタイミングが合うとよく釣れるルアーなんで、ボックスいないと困っちゃうなって感じですが、このあと色もですね、これ非常にこんなタラコみたいな色って言ったらいいですかね、この色がよく釣れるんで、これは 2,3 個持ってるんですけどね、ちょっと大切に亡くなった時用のストックっていうことで封から開けないでですね、同じからいくつか持っているっていうようなこういった感じなんですけども、まあ、これと、まあ、同じ感じでこのシラウオカラーみたいな綺麗な黒目でですね、このカラーもタイミングタイミングで投げれるように常時スタンバイしております。なんかよく見てるとこういうのほんとヒョロヒョロいっぱい泳いでますからね、霞水系。そんなベイトが白魚っぽいのがよく見える状況なんかでは、こういった白いカラー、これなんかも、ね、効くんじゃないかなということで、ボックスに忍ばしております。これはハックルの、ザッカーシリーズですね。こんなのも2個ぐらいはボックスに入ってないとこなんだなということで入っております。で昔からなんだかんだ一番よく釣っていて使うのがこのビーフリーズの65ですね。この、まあ、サスペンドって書いてありますけども、まあ、これもあの固定重心なんですけども、若干このブラスみたいな重りが入っていて、若干ゴトゴト音が、小さいながらゴトゴト音があるんですけども、これね、リップなんかも結構こういう太めのリップなんで、なんて言ったらいいんですかね、非常に丈夫なんですよね。内部構造もシンプルで、リップもこうちょっと太めのリップなんで、護岸際とかえいやーって投げてカシャンカシャンって落っこちたりしても、まあ壊れない、リップが折れたりしないっていうのと、あとはもう動きが非常に、なんて言うんですかね、止めた時に若干ブルンってするんですよね。ブルンってこうなんか横にブルンってするんですよ。そういった瞬間とかに食ってるイメージが多い気がするんですけども、独特のですねビーフリアクションっていうんですかね、ただ巻きで主に使っておりまして、まあもちろんジャーキングしても釣れるんでしょうけども、こいつはまあシーバスなんかで使ってるイメージもあるかなんですかね。とにかくただ巻きの動きが非常に魅力的で、やたらよく釣れちゃうっていうことで、であとはこういった感じで冬っぽいチューニングも若干しております。 PE ラインでですね、このピンシャンに刺さるガマカツの針に変えてつなげているっていう、後ろもそうですね、まあ、ちょっと結び方は汚いんですけども、まあまあほどけない結び方してあるんですけども、こういったPE ラインで接続しているんで、冬の薄がかりのバスとか、あとはバイトがこうゆっくりついてきてハムって感じで食うやつなんかにも、薄がかりでも最後まで残ってくれるっていうことで、こいつは後ろだけ4本針の鬼がかり仕様にしてますね、うん、で微妙に似てるんですけど、これ違うカラーなんです、ね、これも違うカラーで、これは中にアワビ針が入っていて、これは透明なんだけど若干銀色のタイガーみたいな感じになっていて、でこれはもう薄い紫色、まあワカサギっぽいカラーって言ったらいいんですかね。このカラーがお気に入りで、特にバス釣りでは
よく使ってるんですけど、あんまりキラキラした色っていうよりもこうぬるぬると透明な感じ で水が澄んでる時なんかにすごいよく効くイメージなんですけどね。高滝ダムとかで非常に人気のあったカラーなんですけども、横利根川とかそういった水系でも非常によく釣れてくれるカラーっていうことで、これはそうですね、もうさっきのバンクシャットと同じような感じで、最近はこのバンクシャット非常に優秀ですからね、これ投げる機会も非常に増えてきたんですけども、これはまあスローフローティングなんですけど、これもスプリットリング抜いてこの P ライン接続にしてるんで、若干サスペンド、本来サスペンドなんですけどスローに浮いてくるような、そういった浮力に調整してあります。まあこんな感じでですね、ここら辺はもう本当にガチでないと嫌な気分になっちゃう、あーなんか釣れる気しないなーなんていう風になっちゃう、ルアーなんで3個、ボックスの中に入っておりますね。という感じでですね、まあこのバンクシャットを中心に今年もですね、こう出揃ってきたんで、こういう感じでですね、これをボックスの中に入れて、でですね、霞ヶ浦の護岸をですね、タカ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 と、ただ巻きしてただ巻きしてひたすら歩いて寒いんですけどね、ほんと当たりも少ないんですけども、一匹釣れたらめちゃくちゃ盛り上がりますからね、自分の中でこう、あー釣れた、あでこの寒いのにハードプラグで釣れてくれたっていう感じで、非常にで、なんだかんだ並べてみると大体使うの大体このなんていうんですかね、5センチ前後が多いですよね。なかなか自分は冬の時期はあんまり11センチとか、あとルドラみたいな13センチとか投げないんですけども、この前霞ヶ浦最終戦で、関谷プロも、優勝してましたけどね、まあ、関谷プロの釣りビジョンの横利根川で釣る動画なんかを、何回も何回も見直してですね、釣れるイメージを作って、そんでこのバンクシャットをボックスに入れて、ちょっと朝霜とかがですねピシッと立っている、横利根川立つとこう気分が上がりますんでね、まあ、ここら辺を中心に、投げ込んでみたいななんていう風に考えております。というわけで本日の釣り講 TV はですね、こういった感じでちょっと冷え込んだ時期に持っていく、ミノーを全部ボックスから引っ張り出してきたよ、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。